どうもこんにちは、日曜日ですね、久々の登場です。昨日桜東錦、志村さんの桜東錦をあの動画で公開したんですけど、そのお隣さんですね、すぐ隣に住んでいます。こちらが鈴木、関東鈴木東錦ですね、まだまだ若い子たちなんですけども、1年どんくらいだろう、去年、いつか分かんないですけど、結構前、動画遡ってみてください。購入した時の動画が残ってるんですけども、こちらの佐賀県花咲くじっちゃまさんで、購入させてもらった、関東鈴木あずま錦なんですけど、自分が初めて、結構産地にこだわって、そのブリーダーの方に こだわって、いつもは、当時は金魚屋さん行って欲しいなっていうものを、どんどん、その場で見て一目惚れした金魚を買ってたんですけども、確かこの金魚が初めてですね、ブランドの名前を見て目的を持って金魚屋さんに買いに行って、関東東錦、鈴木系の、関東東錦やってみたいなと思って探しに行って、でちょうどあったので購入させてもらいました。でこっちは昨日の桜東錦とは逆で細長系ですね、結構長い系の、長物系の、東錦なんですけど、3匹、花咲くじっちゃまさんで購入させてもらって、店主の方に、メス2匹とオス1匹お願いしますということで、お願いして購入させてもらいました。そのうちの1匹はですね、メス1匹は産卵してくれて、結構たくさん生まれたんですけど、ちょっと僕の力不足で、何千匹っていう稚魚をですね、流しちゃったんですね。流しちゃったっていうのは、要は殺しちゃったってことです。もう今思えばバカな話なんですけども、しっかり順調に産卵の方もして、たくさんの稚魚が生まれましてね、たくさんの稚魚が生まれて、あんまり水質の、当時はですね、稚魚は絶対水質の変化を少しでもしちゃいけないっていう考えのもと、自分は稚魚飼育をしてたので、とにかく広い、大きな、180リットルのブルコンとか、小さくても120リットルのタフ船なんかを使って何千匹って飼育してたんですけど、そこまではいいんですよね、大きな船で飼育してたんですけども、ただその水質を変えちゃいけないっていう思いが強くて、水替えをあんまりしなかったんですね。でなおかつ稚魚っていうのは、稚魚の死因の原因は餓死が一番多いんだって当時は思っていたので、とにかく餓死をしないように定期的に餌を1日5回、6回あげてました。で水質の変化をさせたくないので、水替えをほぼしてなかったんですね。で稚魚には青水がいいっていうことで、当然日の当たるところで、それなりの水温のところで、水温の場所で飼育していたので、青水になってもうドロドロ状態ですよね。ドロドロというか、もう稚魚の姿が見えないぐらい青水が濃くなってる状態で飼育してたんですね。ただ当時の自分はそれがいいんだって、青水も栄養のうちだから、自然とそういう濃い青水の中に育てて、自然とね、餌をあげなくても体の中に栄養素が入ってどん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 大きくなるんだっていう、確かにですね、どん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 大きくなったんですよ。でも大きくなるにつれて、その子たちから出てくる排出物が、糞とかね、おしっこだったりっていう、水質は汚れてるのに、ずっと自分は足し水程度ぐらいの水替えしかずっとやってなくて、結局ある日ですね、朝起きると、お、10匹死んでる、珍しいなと思って、次の日の朝は20匹30匹40匹でどんどん増えていったんですよ。朝見るとどん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 水面の端っこに死骸が浮いてるっていう状態が、続いて、なんでだろう、まだ気づいてないんです、その時が。で、金魚屋さんの店主に相談したら、もうそんなもん当たり前で、水替えしてないから、もうそれはどんどんバタバタ死んでいくよっていうことで、ちょっと待ってくださいね、お客さんが来ました。